ある日のこと、村の親子が町へロバを売りに出かけました。歩き始めてまだいくらも行かないうちに、おしゃべりな村の娘さんたちに出会いました。ねえねえ見てよ、ね、ねちょっとお父さん、僕らのこと笑ってるんじゃない？気のせいだろ。せっかくだもの、どちらかロバに乗っていけば楽なのに、変な親子だことね。あ、そうか、それもそうだな。息子や、ロバに乗せてやるぞ。はい、ありがてえ。息子は喜んでロバに乗りました。そうしてしばらく行くと、道端で年寄りたちが集まって何か話していましたが、ロバと親子が通るのを見て一人が言いました。それ見ろ、今話してた通りじゃねえか。いい若いもんがロバに乗って年寄りを歩かせておるわ。まったくこの頃の若いもんって来たな。お父さんまずいよ、変わろう。そうだな、その方が良さそうだ。わしが乗るから息子や、遅れるなよ。息子に代わって今度はお父さんがロバに乗りました。そうしてしばらく行くと、子供連れのおばさんが声をかけました。まあこの人ったらずるいじゃないの、自分だけロバに乗ってさ。息子さんを見なさいな、女にハーハー言ってるじゃない。一緒に乗せてあげなさいよ、一緒に。はあ、あの人の言う通りだ、息子も乗せてやればいいんだな。おい息子や、お前も一緒に乗らないか。はいお父さん。初めから二人で乗ってればよかったね。まあそういうことになるかな。こうして親子仲良くロバに乗っていくと、今度は偉そうな人が近づいてきてこう言いました。お前さんたち、それはいかんな。こんな小さなロバに二人も乗っちゃ、いくらなんでもロバがかわいそうっていうもんだ。なるほど、あの人の言う通りだ。ほら息子も降りろ。お父さんどこへ行くの？何？ロバを楽にしてやろうと思ってな。お父さんはその辺から縄と太い棒を見つけてきました。そして息子と二人でロバの四つ足を揃えて縛り、それを太い棒の真ん中に結びつけました。いいかい、しっかり担ぐんだよ。いや、せーの、どっこいしょっと。ロバは逆さにぶら下げられて苦しそうでした。けれども向こうの方に町が見えてきたので、親子はせっせかせっせか急いでいきました。するとこのおかしな親子を見て大勢の人が集まってきました。ママ、何ですか？あれ、あら、どうしたの？何か始まるんでしょうか？ロバはこの騒ぎに驚いて首を振り足をもがいて暴れ出しました。そしてちょうど大きな川の橋の真ん中辺に来た時です。足の縄が切れてロバはどしーっと橋の上に落ちてしまいました。あ、息子や、早くロバを押さえてくれ、早く。ダメだ、ロバが立ち上がってフラフラしてるよ。ロバが落ちるぞ。落ちる、落ちる、落ちる、落ちる。大切なロバなのに、どうしよう、どうしよう。もうどうにもなりません。ロバ売りの親子はロバをなくしてしまいました。しっかりした自分の考えを持たないで人の言いなりになると
とんでもない目に遭うよというお話でした。